ウィンザーロックス駅はアメリカ合衆国コネチカット州ウィンザーロックスサウスメインストリートにある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている停車する列車1979年10月駅舎2015年1月ウィンザーロックス駅はコンクリートプラットホームとホーム上に待合所がある街の中心から約1.6キロ南 サウスメインストリートとコネチカット側の間に一致しており、週刊高速道路91号線を利用して簡単にアクセスできる。ニューヘイブン鉄道によって1875年に建設された歴史ある駅舎は1975年に国家歴史登録財に登録された駅は第二次世界大戦後まで営業していた。1971年には、 乗降客に対しては閉鎖されたが、破産したニューヘイブン鉄道を吸収したペンセントラル鉄道は建物の一部を信号室として使用した。駅を壊す計画は近隣住民が駅を守る会を結成して解体を防ごうとしていた。駅は著しく損傷していなかったことを踏まえ、100周年の1975年に国家歴史登録罪に登録された。 アムトラックが1971年に発足した後、実際の停車位置は南に移設された。ペンセントラル鉄道が破綻した後、アムトラックは歴史的なウィンザーロックス駅舎等を含めた形でニューヘイブン・スプリングフィールド線を引き継いだ。ウィンザーロックス駅はニューヘイブン・ハートフォード・スプリングフィールド鉄道プロジェクトのルート上の停車駅である。コネチカット州、マサチューセッツ州、 バーモント州アムトラック連邦鉄道局の共同事業であるニューヘイブンハートフォードスプリングフィールド鉄道プロジェクトの推定総費用は6億5000万ドルでアムトラックのスプリングフィールドラインに沿っている都市に便益がある新しい通勤輸送都市間輸送を創出することを目的としているこの約100キロの路線は将来のニューイングランドの 高速鉄道輸送計画にも不可欠と考えられている。2016年の初めに NHHS プロジェクトはルートの一部を複線化し改良するために2009年アメリカ復興、再投資法やその他の連邦資金調達プログラムを通じて約1億9100万ドルを受け取った。残りの部分の改善を完了させるために追加の資金が必要となる。 コネチカット州はニューヘイブン・ハートフォードスプリングフィールド鉄道線の改善に投資するために州債で最大4億3500万ドルの使用を承認した。プロジェクトの環境影響の評価は2012年5月に発表され、通勤輸送は2018年初頭に開始される予定である。ウィンザーロックスなどの町では住民が自動車を必要とせずに働いたり、買い物をしたり、 住むことを可能にする混在地域の創設を奨励するために、鉄道駅周辺の可能性を検討し始めている。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。当駅から乗車できるバスは、以下の通り。ありがとうございます。